まあ、あと YouTube と Facebook なんですが私 YouTube の方がまだまだ登録者が少なくて、えー、っと Facebook の方がその時のアクセス数はあのー、効果があるかと思うので Facebook の方でまずやってその後 YouTube に動画を転載したいと思います。はいは えーっとこれかな皆さん,さんあのどうぞよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。三浦さんよろしくお願いします。はい三浦です。でそのアマゾンリンクを貼ることがとっても大事なのでアマゾンリンクを貼って無料キャンペーンですもんね。はい。今、えー、電子版無料キャンペーンです。 っていうことを大きく言ってで、これですね。試し読みもできるし、ぜひあの高島さんもこちらを、これでいいのかなこれで。じゃあ、始めますか。今も、あ、まだ配信ができてないのかなこれが、はい。 前本当にこんな風にしてたら、Kindle の無料版の中のジャンルっていうの、あのランキングがあるんですよ。うん。で、バイバイ頑張ってたら1位になったりしたんで、はい。切らずにこの動画をを見てみんなリンク、うん、お願いしますとかす。そうですね。Never give up ですね。Never give up です。<laughs> 頑張りましょう。はい。はい。じゃあえー、っとこちらで行きます。はい。 じゃライブ配信行きまーす。はい。はーい。どこだっけなんか、一個あったようなないような。これはでも前に、なんか横も持っていっちゃったのかもしれないんだけど、ここまでも見つからなかったから。いや あこれが、はい、これがちょう,うだお素晴らしい、ありがとうございます。木野さんは画像は出さなくて大丈夫ですか？うん、今、はい。あでこの音声がこんな風にして、はーい。 これで今、ライブ配信が始まりましたよ。はい。はい。じゃあ、行ってみましょうか。はい吉さん。よろしくお願いします。こ,こっちはひねったらどうかな。ダメになっちゃったかな。まあ、この間、そんなこと言ってたよね、誰かが。まあ、いい、しょうがない。こ,こっちがまだ生きてるかも。 この子、死んでるのか、もしくは、こいつが生きてるかもしれない。すいません。じゃあ、あ、すいません。今、我が家の照明がつかない問題で、うんあの。明日の撮影のカメラマンの、あの、高島さんと、主演の源さんが、照明をつけてくれあ、源さんもいらっしゃるんですか はい、いいいい、ささおられまます。会いたいです会たでかあーいやーああ、の、まあ、よろしくく言ってだじゃあっとファンになりました、ね。あファンになった。何を見てファンになってくださったの、うんまあ、いろいろほらあの、はいの、あの、フェイスブックも見たけど、はい、の例のこの前、横浜にいた時に、あの、なんか、映画のなんか雑誌があったから。はいはい、あ雑誌を見てくださったんでしたあ。あれを見てすげえなと思っちゃって。あ、本当ですかじゃあ、今ちょっとこのフィルターを。 フィルターをなしにしてご本人も登場しますかはいあでも今なんか一生懸命照明,照明を炊くためになんか照明いらなゃじゃ,じゃいいです。<laughs> 照明なくていいんじゃないですかなんかこういろいろどこは死んでるのかまあなんか一回死んだとは聞いてたんですよ。うんうん、そうなんか言ってたよね。 じゃちょっと今、なんとなくバトンタッチしていいんかなすいません。じゃあ、ちょっと私、外に一個、照明があることが今るな、今、思い出したんですけて,て <noise> あの、後ろに下がっていただくと、顔が明るくなって。あ、これがこれ、ね、あ、そうです。あ、宮本さん、あの、はい、はじめまして。はじめまして。あの、ファンになりました、あの、さっき見て。あ、本当ですか。えー、あの、才蔵の主人公ですね。すごいですね。はい いえいえいえ、そんなそんなもう。いやいやあの、またたまに、あの、レナさんともやるんで、これからもよろしくお願いします。こちらこそ。え、あの、今日は本名を出せないで、あの、本を出したんで、芸名で三浦城と言います。あ、わかりました。はい。三浦城という。はい。あとで本名を聞いてください。はい。わかりました。はい。ありがとうございます。あ、はい。 あのすごい速さで原稿が上がってきたっていうのでいやもう必死でしたよ8冊も書いたんですよすごいもう才能ありますよあのねレナさんを待たしちゃいけないと思ってどんどんトーダウンするからと思っていやすごいことです偉業ですありがとうございます素晴らしいですまたよろしくお願いしますよろししくお願いますっとだけあ、 はじゃあ、あの、そうしましょう。で、今日は本の P. R. とか、<laughs> すみません、本当。皆さん、お騒がせし,しておりますけれども。じゃ,よ、ね <laughs> <laughs> じゃ、これでいきましょうか。はいそれでは、あの、なんと、この30分ということでやったら。えー、内容が良ければ、木下様のレギュラー放送の、あの、京都などにも。いけるかもということで、まずは、その、いい形になるように。はい。 頑張ってやってみましょうか。はい。はい、はい。じゃあここからえっ、ー、とどこだどこだエフェクトでこのこの背景を、ね、はい三浦さんは本日猫ちゃんということでね始めていこうと思います。はい、はい。では用意はい。はい、はい。どうぞ。はい。えー、こんにちは世界を楽園にする映画監督アーティストの増山レナです。 え本日は素晴らしいゲスト様、えー、お越しいただいておりますダビッド・ハリーさんというお名前で、えー、本をご執筆しております、えー、三浦、えー、ジョーさん。 でおられます、えー。サイクリングとトレールラン好きのキリスト教研究者で、最近キリスト教が行くという本を出されたということで、ぜひ本日はその内容についてお伺いしていきたいと思います。えー、ダビデさん、三浦さんどちらでお呼びしたらいいのかしら。デイビッドと呼んでください。あ、デイビッドさん、はい、はい、デイビッドさん、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。 はい、あの、私実はこの編集をお手伝いさせていただきまして。はいお願いします。はい、あ,いあの、昨日からですかね、Kindle で今無料キャンペーン始めまして、今 Facebook でご視聴いただいている皆さん。 あの概要欄に概要欄にリンクがございまして、なんと本日は、えー、無料で、えー、ご視聴いただけるので、えー、ぜひご覧いただいて周りの皆さんにシェアしていただけたらと思います。確か6日か7日ぐらいまで無料キャンペーンが続きますので。 感想を書いていただいたりとか、お友達に広めていただいたりして、この本の魅力を伝えていただけたらと思うんですが、え担当直入にえ、デビットさん、この本の内容っていうのはどんな形になるんでしょうかはい。えー、っと、じゃあ、画面をシェアしてもいいですかねはい。はい。じゃあ、ちょっと待ってください。あの、初めまして、デビットです。あの、はい、日本人なんで、日本人で、あの、名前は三浦と言います。 はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。じゃあちょっと共有します。急ぎ屋のパワーポイント作りました。えらいありがとうございます。えっとね、えー、っとちょっと待ってくださいね。これで共有できました。はい、はい。まあ、今日はあのれなさんがキリスト教育くっていうことで、あの立ち上げの、えー、をやっていただいて本当に感謝しています。はい、ありがとうございます。 デビッド・ハリーって言ってですね、はい、あのまあアメリカではデイビッドって言うんですけれどあのまあイスラエルではダビデっていうあのまあ旧約聖書に出てくる王様の名前なんですけど、まあはい、そこから私の,あの名前を取っています。ではい、趣味はサイクリンングとトレイルラでですすね山道を走ったりする形今回8冊分の キリスト教が行くっていうことで発作作りました。で、発作結構すごいボリュームですよね。ボリュームすごい、すごい勢いで書きました。あれ、本当に私にお話いただいてから実際にご執筆されたんですかそうですよ。すごい。い3時ごろまで毎日やってた。すごい。さんをね、待たせたら絶対トーンダウンするなと思ったから。はい。いえいえ。 でこの前、一昨日8月31日に1冊目が出たということになります。 はい、おめでとうございます、はい。はい、ありがとうございます。はい、私も、あの、表紙のデザインをミッドジャーニーさん、人工知能さんと一緒に、あの、イメージで取り組ませていただいたりですとか、えー、今回、あの、編集の方をお手伝いさせていただきまして、あと、あの、初めの、あの、えー、なんて言うんでしたっけ、最初の、えー、そ推薦の、も、ね、初めに、にも、はい 任せていただいて、今まで東京芸大で宗教絵画を学んできたりしているんですが、えー、今回改めてキリスト教についての歴史を教えていただいて、あの大変勉強になったよというお話をさせていただきました。あのではこういった内容についてもう少し深く教えてください。はい。えっ、ー、とえー、まああのさっき自己紹介で、えー、左側に右裏城ということであの デビッタハリーって書いています。あの、はい、本職はですね、あの IT コーディネーターです。あの、はい、年取っていて、まあ最近はサラリーマン辞めて一人で個人事業主やってます。結構すごいことされて来られて、あ,あのジャクサさんともお仕事をされたり、ああ宇宙ステーションの仕事とかもやってましたね。えすごい、えー、宇宙ステーション作ってたんですか。えっと宇宙ステーションの中の実験装置日本の。 あの宇宙ステーションでね。はい、あの、はい、中であのいろんな植物がどういう風うに、えー、生えるかみたいなのを監視したり、水をやったりする、はい、自動制御の機械を作ってました。え、宇宙ステーションで植物をどんな風に育てるかっていう。うん、日本のね。実験、はい、日本の iss っていう宇宙戦車の中に日本のパート。 で日本の中でそのそういう宇宙ステーション内で何を実験するかっていうのを JAXA が決めるんですよ、はい、政府が。はい、で私たちはその実験装置をメーカーだったんで作りましたっていう、はい、そういう仕事です。そうなんですかで う今は今日はダビットさんという形なんですが、普段は、はい、の日本の国防に関わることだったりとか、ね、いろんなトップの機密事項もご利用ったりとか、はい、<laughs> はい。なので、あ,のあくまで、えー、この本ではダビットさんという形で、でも言えるところはぜひいろいろ内部からのお話をあの教えていただけたらいいな、なんて思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい。はい じゃあ続けていっていいですか？はい、はい、お願いいたします、はい。次のページですね。これが、はい、あのまあ、えー、レナさんにお世話になったあのデイビッドハリーキリスト教ゆくの第一版ですね。はい。七月三十一日に出ました。はい、えー。第一版目はキリスト教とはということで、はい。はい、あ,あの Kindle 版で今あのタダで出させていただいています。はい。はい、よろしくお願いします。 すごくわかりやすくてですね最初に「宗教嫌いのあなたへ」というところから始まってカール・マルクスやアダム・スミスによってたもを分かつとかその宗教だけではなくて現代の社会に関わる分析であったりとかあのすごく多角的なあの視野で、えー、教えていただくのでこう単なる宗教の勉強本という感じでもなくす,いすい読める感じですよね。はいありがとうございます。 まあ、あのクリスチャン向けというかキリスト教知らないノンクリスチャン向けでぜひ、はい、のキリクリスチャンになってくださいという意味を含めてあの書きました。でちなみに私はキリスト教信者でクリスチャンとかキリシタンとか言われる部類の人間です。 そうなんですね。私は、はい、あの、えー、特に今キリスト教、えー、クリスチャンというわけではないんですが、でも11月25日生まれなんで、はい、あのすごくご縁を感じてます。す運命的ですね。はい。はい。じゃあ次あのこれからのだあの出版されるものをですね、ちょっと紹介させていただければと思います。はい、はい。お願いします。はい。えー、全部で全10巻考えています。 すごいですね、はい。8冊分まで行っていて、はい、1>, あ1週間ごとにリリースをしようとさせていただいています。はい、で、えー、来週の水曜日、えー、9月7日の水曜日はキリスト教の前今回インストロデュースだったんでちょっと、はいあのー、細かい話をですね、はいえー、社会的なインパクトとかなんとかっていう斜めから切り込んだようなものを出させていただければと思います。 はいはい、それから、えー、3冊目は「カトリックとプロテスタント」という題名で皆さんもよくこの言葉は聞いてると思うんですけどどういうふうに違うのかっていうことと、はい、あの実際あのプロテスタントっていうのはマルチン・ルターという人が作ったんですけど、はいまあ、そういう人が何をやってきたのかっていうことでこの2つの流儀を説明しようと思っています。はい、はい それから9月21日水曜日ですね、これは「キリストにならいて」ということで、「新約聖書」の中に、えー、キリストがですねいろんな立派なことをやってきた行伝録があるんですよね、はい。この中でキリストに対してどういうふうに我々は、ね、キリストらしく生きていくかっていうようなことを簡単にまとめたのがこの第4分冊になります。はい はい、それから5番「聖書」について、はい、聖書っていうのは世界で一番読まれています。大ベストセラーですね。はいはい、大ベストセラー世界一です、はいでまあ。コーランとかもすごいんですけどねで、はい、イスラム教でもこの「旧約聖書」「新約聖書は」は使われています。でイスラムは「コーラン」というものの3本冊で 成り立っていてキリスト教は旧約聖書と新約聖書の2本冊で成り立っています。はい、で、えー、聖書を買えば中身は読めるんですけどすごい難解でですねなかなか教会行ったり参考書でなければ分かりません。はい、それで、えー、私はそれをその現代風にアレンジして。 大事なととこここだけ抜き出してうういうことですよ、はい、みたいなのを紹介しているのがこの第5部分冊の聖書になります。はい、はい。それから6冊目は「えー、哲学・宗教・政治」。あのキリスト教っていうのはあのヨーロッパでこの「哲学と宗教と政治」っていうものにすごく絡んでいます。はい、あのアリストテレストかか始まって、えー、その後にイエス・キリストが生まれて。 はい、そのあとにいろんなあの、えー、十字軍だとかなんとかって戦争があったり平和があったりもうこの3つが人からになってるんですよね。はい、なので、えー、まあ、えー、宗教絵画とか芸術でもこの3つをあ,のある程度知ってらっしゃった方がいいなということで書きました。はいはい、それから7番「えー、戦争と宗教」。 今ですねロシアとあのウクライナがや,らやってますで本当は僕はウクライナのことを書きたかったんだけどちょっとあまりにもリアリすぎるんで、えー、それを感じながら戦争と殉教というものにクリスチャンとしてあのどういうふうに生きるべきかっていうことを今までの聖書の中や歴史の中そういったものからまとめてみました。はいはい ね、戦争をなん、えー、でやらないといけないのか、やっ,やっちゃだめなのかっていうようなこと、それから殉教といって、はい、まあ、多くのクリスチャンがですね、昔は迫害されて、自ら命を落としていきました。これはどういう意味があるのかっていうことを、まあ、あんまりおぞましくないレベルでこの殉教というのは、迫害を受けたキリスト教徒の方が、殺害されたことを言うんですか、すそうです。 殺害されましたで殺害されたけれども、はい、クリスチャン、キリスト教的には、殉教といって、はい、神様のもとへ帰るという意味があります。キリスト教は死ぬという概念がないんです。はい、あなので、殉教は、殉職とかお巡りさんとも言いますけれども、立派、はい、にあの、まあ、この世の、えー、使命を果たしたねという意味で、殉教という言い方をします。はい、なるほど。はい それから8番目、はいえー「未来をキリストと共に」っていうことでまあ今までのことばっかり言っててもしょうがないんで、はいはい、じゃあ僕らは、えー、僕らっていうのはクリスチャンだけじゃなくて一般的なみんなのことを指していますけど、はい、えと僕たちはキリストのことを考えてどういうふうに生きていけばいいのかなっていうことを考察しました。でこの中身はですね宗教的なことだけではなくて はい、今やらなくてはいけない例えば環境問題とかの SDGs 活動だとか、はい、あるいは僕が結構昔得意としていたあの未来洞察だとかそういったこともちょっとトピックスとして入れました。未来洞察ってどういういことですかあの要するに例えば、えー、と今の日経新聞とか朝日新聞がいろんなことを言っていて。 でそれを分析して何年後にどんなことが起きるのかなっていうようなことを、はい、あの経済的にも政治的にもその予測するようなことを言うんです、はい、で大きな会社はそういったことをやります、はい、中でそういう組織があってで、まあ、それの一端をちょっとだけ紹介したっていうことも書いています、はいはい、それから9番目 これ頭の中に構想はあるんですけどまだ手を全然動かしていないと密未定てなってるんですけど、はい、あのこれは終末時代という「春マゲドン」って言いますよね一般的に、はい、世の中の終わり。でこれどういう意味なのかっていうキリスト教ではどういう意味なのかっていうことを書いていきたいと思っています。 なるほど、春マゲノンというのは、いつのことを表しているのかということが。しばしば議論になって、いくと思うんですが。はい。だけ、いつのことで、そして、これから、どういう形で、あの、はい、実現するというか。現実化するんですか、はい。はい。簡単に言うと、もう春マゲノンは始まっています、はい。え、もう始まってるんですか。はい。えっ、ー、と、今、はいまあ、一般的には、いろんな賛否両論あるんですけど。 はい、この原爆であのなかなかこう死んでいくっていうことがまず第一のハルマゲドンだって、はい、あのノンクリスチャンの人は言っています。はい、はい。であの、クリスチャンの人もそろそろそういったことを言っています。うん、で、えー、っとですねあの、まあ実際にはあの、あのまあ、聖書中の,あの、まあ、使徒という使い人っていう人がまあ書いた、はい。 あのヨハネの「目次録」っていうヨハネっていう人がまあ有名な人なんですけどそこに「週末ハル、はい、マゲドン」っていうのは何かっていうことをもうすごくこと細かく書いてるんですよ、はい、ただそれを読んだだけでは絶対わかりません、はい、あの細かいことをあの全部割愛してるんで聖書、はい、を知ろうと思ったらあの100倍ぐらいの厚さのものを読まないとわからないと思いますそうなんですか、ええそれで えー、ただそれをまあ僕が今まで見聞きしてあるいは、はい、勉強したりして分かったことをか、はいつばんで書きたいのがこの第9分冊です。はい、でちょっと今仕事がめちゃ忙しいんであの、はい、なかなか手がつけられないと。で、はい、最後に「衆生」ということで、はい、クリスチャンの役割っていうことを。 はいえー、特にハルマゲドンに向けて我々は何をしないといけないのかと、はいはい、あるいはノンクリスチャンの人をどういうふうにこれから導いていかないといけないのかっていうようなことを、うん、まあ偉そうに書くのが第10章だと思ってください。ハルマゲドンから人々を救うという役割もあるのかしら、うん、そうです,そう,ですそういう意味があります。んあの死んででいくよと最後の審判で、はい 地獄に行ったり天国に行ったりするよっていうのはあまりにも冷たいので、はい、みんなで幸せになろうよっていうことを10章では書きたいと思っています。うんはいそれがまあ,あの簡単なごめんなさい予告ですね。た皆さんぜひ読んでください。いやあの今までのキリスト教の本っていうのはノンクリスチャンの人が書いていて何、はい、て言うのかなわ,わからないと思うんですよ。あのはい、いくら読んでも単行本を。 はい、何が面白いのかとか、はい、そういったことが伝わらないと思うんですよね。はい、でそれを面白く書いたのが僕の,あの,この今回の,この本だと思うんでそういう意味では僕も自信を持っています。なるほど。はい えー、このものすごいボリュームの本なんですけどこれをしかも10冊っていう、はい、この本を書こうと思ったきっかけって何なんですかえっとですねそうですね、はい、それを言うのを忘れてましたあの実はですねあの私の、はい、えっとおやじが、はいあまあ、クリスチャンだったんですけど、はい、あのまあ昭和一桁生まれ7年生まれなんですけど、はい、あのやっぱりその。 書籍を使って伝道したいと。はい、伝道っていうのはクリスチャンを日本で広めたいと思ったんです。はい、で、キリスト教はとっても素晴らしいあの。アメリカではプロセスタンティズムって言うんですけど、あのはい、人類最高の思想なんですよ。キリスト教のプロセスタントっていうのは。はい。と僕は思っているし、みんなも思っています。で,うん、で、それを広めるために日本っていうその鎖国状態の。 この国にあの広めていいきたいと例えば韓国は大陸なんで、はい、30%クリスチャンいるんですよ。あっそんなにいるんですか、うん、いますよ。もうソウルなんか教会で十字架だらけですよ、夜。青い十字架です。で日本だとどのぐらいの割合なんですか ?8%。えっ ?8%。100分の1。だからクリスチャンっていう言葉が。 はい、韓国では普通だけど、はい、日本でクリスチャンとか言ったら何それっていう変人扱い気取ってんじゃないのっていうふうに思われるぐらいなんですよ。なるほど。うん、でそれを僕の親父はなんとかその京文堂がある京王線沿線でね、はい、あの広めようとしてあの、はい、お札本出したんです。はい、でところがですねなかなかそのマーケティングが下手くそな昭和。 一桁生まれなんで電子書籍も出す、うん、あノウハウもなければ何、はい、て言うのかなななんだろうな最後にやっぱりこう商店する時にいろんなその、うん、本を片付けたんだけど1、はい、一箱ブックオフであの一生懸命俺の親父が書いたのに10円で売られちゃったんですよ。 なるほど、うん、ですごく僕はそれがショックで、はい、今回は本当に素晴らしいプロテスタンティズムっていうものを、はいえー、日本に知らしめるためにもう一回書こうっていうのが僕の動機ですこのストーリーはお父様が書かれた本ともかん重なってるんですかいや、してないです親父は親父で勝手に書いて僕は僕勝手に書きました、はい これで日本の場合はそのなんていうのかな葬式の時だけまあ言っちゃ悪いけどなんちゃって仏教みたいになっちゃって思想信条っていうのはないんですよあんまりあの連なる、うん、なんていうのかな思想系っていうのが。うん、ところが、うん、アメリカのプロテスタンティズムっていうのは、うん、例えば子供がギャーギャー騒いだらダメです迷惑をかけたらダメですとか。 もうすごく思想系が特に白人系なんですけどあの、はい、しっかりしているとだから思想的にも僕は日本人人は絶対アメリカ人に勝ててないいと思っていますもう全然その働き方とか哲学的なところとかが全くサイボーグと島まもの土着身ぐらい違います。はい そうですか、ね、だから第二次世界大戦で負けた,ったりするのは当たり前だと思います。うんうん、もう過去のことはね、本当にあのクリスチャンは戦争しちゃいけないよっていう気持ちで、去も反対してるし当然なんだけど、はい、僕から見ると、あのなんだろうな、このプロステンタンティズムがあるかないかっていうのは大きな差ですね、民族としてなるほど、うん、それだから 親父の弔い合戦もあるし、はい、僕はキリスト教をみんなに知,知ってうん大宣教命令というキリストの命令もクリスチャンとして遂行したかった大宣教、ね、命令大宣教っていうのは宣伝、はい、の線に教える宣教、はいはい、宣伝して教える命令っていうのがあるんですよ、はい、私の言ったことを、えー、知らあの 世界に広めなさいと。はい。で、最初は十二使徒と言って、十二人の。はい。あの、パウロとか、ペテロとか、はい、まあ、いろいろいるんですけど。はい。デイビッドもそうなんですけど、あ、デイビッドは違います。はい、ごめんなさい。まあ、そういった人から、どんどん今、世の中に広がっていると。うん,うん。日本はだから、もう唯一の、その、なんていうの。ガラパゴス。はい。そこまで来てるのに、韓国まで。 日本に全然来ないんですよね伝わって3割と1%じゃ全然違うんですね。30倍違いますねう,ーんうんだからあのすごく韓国から電動車も来てるんだけど、はい、なかなかことごとく失敗してるんですよなるほど日本でい,結構多いんじゃなかかったかしら。え台湾で、で台湾も多いすよ。の,あの方々と一緒に、うん、被災地の地震の支援活動をしたことがございます えー、その時にすごく教会の数も多かったし、うん、台湾は先住民のことを原住民って皆さんおっしゃるんですけど、はい、原住民族の皆さんの中でもクリスチャンの方がすごく多くて中国なんか共産主義なんだけどクリスチャンもいますね地下活動的に。 あ、そうなんですか。うん、今共産主義共産党としては、その宗教弾圧に力を入れてるんじゃないですか。大丈夫ですか。あ<っ>大丈夫ですか。クリスチャンの方々の活動はできるのかしら。あの、せ日の目は見てないけど、やってますよ。人間だからあ<ー>、うん。あの、まあ、あの、今日は長くなるから、あんまり話し,しませんけど、共産主義なんていうのは。はい。 なんていうのかな人ロボットとして見てるだけなんですよね。極論の言うと、うんそんなものがね、うん、山見の人間には通用しないですよ。うん、まあその辺の話はまあやめましょう。外れるから。うん、<laughs> そうですね。私は国際交流団体の代表として、はい、まあいかなる宗教の信者の方であっても、はい、あ,あどういう政治あ,あ状況であっても、なんか等しく平等に付き合うことをしてあの。 実現したいな尊重し合うという多様性を実現したいなというふうに考えているので一概にに批判がしにくいところはありますですよね。はいはい、だから今日は僕もしないですあの。お話を伺われていて、はい、もしコメントとかございましたら、えー、せっかくなのでダビッドさんに質問とかあったらと思うんですが今もう遅いから聞くだけでしょうか本日は。 どうでしょうか。はい。あじゃああと十分ぐらいでクロージングしますね。そうですね。あとはい。はい。あ、はい、じゃあ次のページ行きますね。はい。えっとまあ簡単にあの僕が言いたいことはまあ細かい、はい、これネタバレじゃなくて動機なんですけど、まあ、はい、最後の審判までまああのキリストはもう再臨しませんと。はい。で。 あの死というものを制御できるのは神様であって我々はできませんいつ死ぬか、はいはい、で世界で一番流通しているのがさっき言った旧約聖書人間の罪と言われる血生臭い歴史書が旧約聖書です新約はキリストが生まれてきて、はいえー、天に昇るまでの輝かしい行いと教えを書いた本になりますはいで えー、キリストに習って、まあ、キリスト教っていうのはアヘンでもなんでもなくて逃げるもんでもなんでもなくてキリストに習って不当不屈の美しい生き方をするっていう、うんまあ、神様に守らながら一心不乱に生きるっていうものがクルシチャンの生き方なんですよ。はいはい、で確かに、えー、死後も美しい天に召されてあの死ぬことを恐れていません。正式は逆におめででたいいぐらいです そうなんですか。ええ。なんかキリスト教では、あの自殺を禁止するという。してます。いますが。はい。あの、神様の体なので、勝手にそういったことをしてはいけないという意味があります。天寿を全うした後は、一時天に召されるという。はい。そういった考え方なんです。かそうです。はい。地獄に当然。あの葬式の中に、祈り賛美歌という賛美っていうものがありますので。 はい、あの全然暗いものでも何でもないです葬儀は。うーんうん、で僕が言いたいのはやっぱりその宗教っていうようなものを単にあの煩わしいとか嫌うんじゃなくて本質を見極めて頑張って生きていこうっていうことを言いたいために、はい、この10冊の本を書こうとしています。なるほど、はい まあどこでも言いますけど羅針盤を人生に持ちましょうということですよねクリスチャンの方にとっての羅針盤というのは聖書であるということなんですかそうですねキリストに習って生きるということですねうん,うん。なるほどはい。こちらに今日会場にあのお客様もおられますけど何か質問ってくださいあどうぞどうぞしてくださいいやあのまあちょっとうちはどんどんど あのどちらかというと仏教系の、えー、系列ですけど友人はクリスチャンいて、まあ、学生時代から今も付き合ってるんですけどね、はい、あのただまあ,あの輪廻転生っていうかあの、えー、と今あの YouTube でもその生前恐怖のある子どもたちっていうドキュメンタリーもありますけど、はい、その共通項とそれからあの、まあ、臨死体系いわゆる 心臓とか全部止まって生き返った人の,あの記録が非常に面白くて、はいあのー、これは結構リンクしてるんじゃないかなっていうのとね、その、はい、まあ4歳ぐらいで全てその生まれる前の記憶って消えるんですけど、その 2, 歳2、3歳でそのまだ話せられるようになった時に、その まあ、生まれてくるつまり自分,に自分を選んでうら生まれるつまり親を選ぶんじゃなくて自分を、ま、選んで生まれてくるらしくて、はい、でその目的っていうのはやっぱり世の中を良くしたいっていう、はい、でその神様っていうかその天から来るっていうことは、はい、それはキリスト教じゃなくてもいろんなところで同じようなことを言っているんですね。ははいいそそそうですねだ、はい、だからそれは非常に面白くてたわゆる <laughs> あの なんていうかな、あの、その疑似人間的な神様っていうんじゃなくて、僕はなんかその宇宙のエネルギーっていうか、はい、あの、僕はあの、その、まあ、他神と一神教の問題、いわゆるその、はい、まあ、ユダヤ、キリスト、イスラムって同じところで出た、あのね、まあ、はい、あのイスラム教もその、あの預言者としてキリストを認めてるんだけども、 基本的に一神教じゃないですか。はい、一神教です。と、はいね、いうことはその、その神様が正しければ、まあ、ワは全部吐くっていうので、まあ、今の <laughs> SDGs じゃないんだけど、多様性っていうのを、まあ、ある種否定してるところいや、それは言い過ぎですねあの。一神教だから否定してるわけではないです。多神教か、一神教かっていう意味の違いがあるだけであって、否定してるっていう概念は、 こういう歴史の過去のことであって、今はそうではないです。キリスト教は。うん。だけどキリスト教でもそのね、プロテスタントとカトリックで殺し合いしたこともあるし、うん、歴史的にありますね。ありますしね。はい、だからそのその根本に何が問題かなって僕もいろいろその比較宗教学とかいろいろやると。 はい、日本はまあ弥生幼稚の神自然含めて全てに神が、まあ、存在するっていう考え方大自然も含めて、はい、であの、まあ、仏教が入ってきた時に仏教もまあ発信だったので、はいまあ、共存できたんだけど明治政府がそのヨーロッパのキリスト教を中心の国家主義を日本に導入する時に国家神道っていう形で、はい、あの廃物希釈 <laughs> あのということが起こって、はいえー、なんていうかな、その、信、え、徒、ー、以外全部、まあ、はい、僕の,あの母方は実は大本教の信者だったっていうこともあって、はい、まあだ大弾圧を受けたわけですけど、はい、だから本当にその明治維新と江戸までの日本って、はい、もちろんあのキリスト教禁止だとかそういうこともありますけども、こ、えー、れ対応的な考え方。うんはい だと思われるのと、それからそのプラトンとか、はい、いわゆる哲学者たちは、はい、宗教は作らなかったじゃないですか。まあ、作ってないです。結局、弟子が全部宗教を作って、その通りです、ねはい、今のあのね韓国の統一教会もそうなんだけども。まあ、あそこと一緒にしないでほしいんですけど。ま、うん、まあ、まあ,あ,あ 一応、そのキリスト教から出た新興宗教っていうじゃあの分類から言うとね,うね、はい、あの勝手に名乗ってるわけですけど、うんはい、うんだからそういうのもいっぱい生まれて、だけど、それが、まあ、これ、日蓮宗もそうなんだけど、仏教なんだけども、すごい排他的だったりするので、うん、うん、だから、その排他的とその新曲の考え方っていうのがね、うんうん、あの僕にとってはすごく引っかかるとこなん、ね、はい。はい あの多様性っていうかその違いを認めるのかっていうところと全部つながっちゃうのでっていうところなんですけど、ね。あなるほど、はいあのー。そうですねまあ、あのー、本では排他的とか一神教とかよく言われるんですけど、はいあのー、実際のキリスト教会ではイエスキリストのことを、はいあのー、当然あがめながら歴史をら、あのー、教えていくんですけど。 あのなんていうんですかね、イスラム教がどうのとか、例えば平和統一教会がどうのとかですね、そういったその批判するっていう概念はほとんどないんですよ、実際には。だからそれを体感的に、本だけであの一神教だから完全に配達してるっていうようなその十字軍がどうのこうのっていう、ですね昔のととは今は違ってきています。 SDGs も認めています、うん、キリスト教は。うん、まあ、だから、その、ローマ・カトリックっていうか、はいはいね、今の方は結構ね、あの、はい、<laughs> あの多様性を認めて、あれしてますけども、はい、まあ、あの、そこらへん、当あのいろいろ考えるところはあります。ちょっと時間がないみたいなんですみません。わ、うん、かりました。はい、またゆっくりやりたいと思います。そうですね、また大雨にかかれたいと思います。はい。 で、最後に、ちょっと本の紹介を、じゃ、ああと三分だけ。はい、ぜひお願いいたします。こう、はいうをまた、スタートしていただけますか。はい。これですね。はい、あの、池上。 アキラがですすすね世界をいいいいた10冊の本本っててうすごい薄い本出してるんですよ、はい、でこの本ってとってもまあ池上さんっていうのは勉強熱心でかなり精度が高い方なんですよね NHK 出身の。はい、でこ、はい、の中にあのイスラム教の話やキリスト教の話やあ,あるいはプロテスタンティズムって何なんだみたいなすごくイロハを簡単にかいつまんで書いているので。 あの結構、これはあのいろんな楽してノウハウがたまる本だなと思ったので紹介しました。あの是非、ぜひこの文春文庫の池上彰の本を読んでも面白いと思います。はい、では私もちょっと調べてみたいと思います。はい、私の発言は以上になります。ありがとうございました。あ、ありがとうございました。あの、木下さんは大丈夫そうでしょうか？ もし最後何かございましたらご発言ください。大丈夫かなでは、あの本日、えー、発売が始まりまして、今無料キャンペーン中となっております。えー、Kindle で、アンリミテッドでもお読みいただけます、えー。こちら、キリスト教を行くと、えー、大変あのエネルギッシュで、そしてそのキリスト教の今の部分も含めて、 まとめてくださったデビッド・ハリーさんご執筆のキリスト教をく全10巻ということで、ぜひ高城さんもあのご拝読いただけましたら、毎週1冊のペースであの出版していきますし、えー、その間、最初の5日間は無料だということで、今始めればみんな無料で読めちゃうよということで、皆さんと一緒に学んでいけたらと思います、はい、よろししくお願いします。 はい。よろしくお願いいたします。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。この放送は、一般社団法人ユーラシア国際映画祭、そして経済総合分析株式会社の提供でお届けいたしました。ありがとうございます。はい、どうも。またお会いしましょう。お会いしましょう。というわけで、では、 あのあれフェイスブックなんかコメントあるかなちょっと待ってください。はい、ちょっとあんのかなあなんかいろいろ書いてるようなキリスト教育、えー、今皆さんのコメントを読ませていただきます。岩越さんキリスト教育を0円で購入させていただきました。ありがとうございます。ということとありがとうございます。はりおさん。 えー、主とと共に祈りますハリオさんはクリスチャンでおられると以前伺ったことがあります。えー、すごい素敵な着物の絵柄を、あのーえー、染め物を作られるアーティストさんなんですね。で岩越さん、日本の歴史ですとキリスト教の伝道師が日本人を人身売買することがかに関与したため、えー、豊臣秀吉がキリスト教を禁じたと言われています。 これについてはどう考えられますかというコメントをいただいております。確かに、あのキリスト教全体というよりは、日本ではそういった歴史があったと私も認識しております。これ、来週またやった方がいいですね、三浦さん。デビッドさん、ぜひこちらの件につきましては。はい、はい、来週、あのー。私も用意しておきます、発言は。はい、はい、お願いいたします。 かなりこれタブーにも触れながらの番組ですやばいですね。テンシティブだ。どうしてもなっちゃいますよね、はい。長崎原爆のこととかにも触れたいななんて思うんだけど。うんうん、どあと、あの、えー、この間、東大の AI 開発の先生方ともお話し,してたんですが、えー、実際の対談では果たされたんだけど、宗教部分は出版の部分ではカットねっていうことになったんですよ。うん、でもちょっと フェンシティブだからこそ知りたいっていうことがありまして、はい、あのこれから生と死の領域がデザイナーズベイビーで遺伝子が組み替えられる子供が作られたりとか、うん、あと亡くなった後に、えー、自分の知識や経験、えー、その記憶を電子空間上に電脳空間にマインドアップロードをするということで、うん、ひょっとしたら えデジタル空間が現代のあの世に今後なっていったりとかあーもうイースではやってますねそそろろなんかこう生と死の領域が揺らいできてる時代だからこそ、うん、もう一度宗教のことをしっかり学んででてはてなって思うことを、まあ、皆さんと一緒にタブーに触れながらが怖いですけど。<laughs> <laughs> お話ししたり意見の違いを認め合ったりする場合、はい、いううにこの番組がなっていったら素敵だなと思いました。うん、またもう一つご質問をいただいております。はい野田由美さん、キリスト教と日本の神社とつながっていると言っている人たちがいます。例えば、おみこしはキリスト教の聖者の中にも出ているんで,すで,できていますが、どう思いますかえ おあれは出てるけどあのなんていうのか神を飾るそのなんていうのかなあの、うん、おみこしっぽいのはあるけどお自体そ,そうなんですね私、うん、個人的にあの、えー、気になるのは御柱祭、えー、諏訪神社の,あの鹿の数とか。 いうのがすごくもともとのユダヤ教の方と似てるっていうのを聞いたことあるんですけど。うん、まあ結構似てるんですよ。仏教の仏像もキリスト教もあの、はい、あの中近東の辺でいけばまあなんかあのなんか根結みたいなねものになったりとか、はい、あんまりあのラインっていうのはないんですよ。仏教もキリスト教も。 なるほど。そのあたりもまた来週ですかね、あのこのキリスト教を行く皆さん、ぜひ現在、Kindle で無料でご拝読いただけるようになっておりますので、その感想などもお寄せいただきながら、第2弾届けてまいりたいと思います。え表紙の絵もですね、毎回ちょっとずつ変わっていきますよ。 でですのでぜひ迷子をダウンロードして、えー、無料で読んでいただいてまた周りの方に広めていただけたらと思います。えー、また私、増山レナ、こんな風に、えー、電子書籍を発表してなおかつそれを配信で応援したりとか、えー、地上波のラジオで PR をしたりっていうようなことを複合的に、えー、サポートしてまいりますので増山、えー、レナと発信をしたいなとか思われる方おられましたら ぜひぜひ皆さんの輝く才能を電子書籍出版で作家になりながら発信していきませんかということも PR したいと思います。えー、皆さん最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。またお会いしましょう。 木下社長あの今回もありがとうございました。井下社長ありがとうございます。はい、経済総合分析株式会社さんのサポートのもとえー、またオンラインでは地上波の中でも今回、えー、のあの対談の一部紹介されるかなと思います。いつもありがとうございます。では、またお会いしましょう。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。 ありがとうございましたこれかな吉田さんありがとうございました<れ>で<は>ライトはまだ走ってますよそうですねじゃあまずこれを配信を止めますはーい,は,ーいはいお疲れ様でありがとうございましたお疲れ様でしたじゃあ今日はこれで終わりですか そうです、ね、なんか今日いただいた質問に対して、はいうん、ちょっとあの考えておきます、はい、それからもしメモってたらああのフォローしてくださいあのい,いつでもちょっとチャット入れ,入れといてくれるかあなんか岩越さんありがとうございましたとか嬉しいですね反響があると、うん、なんか私のフェイスブックにコメント欄返していただいたりして、うん、ぜひ皆さんもじゃああとでレナさんのあれ見ときゃ大丈夫なのねそうですねそれに返信していただいたりみんなでわいわいやっていきましょう、うんうんうん はいわかりました。はい高島さんもありがとうございました。はいはい、高島さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はいじゃあ僕はこれで失礼します。おやすみなさい。おやすみなさい。失礼いたします。